どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。診断皆さん向きましたか？今回の福袋の売れ残りパックとか言われてまして、なんかめちゃくちゃ弱いパックとかみんな言ってんですけど、これ最強なんですよ。皆さん知ってますか？クローラー相馬っていう最強モンスター、こいつはマジで強いです。はい、診断はこいつのために向いてもいいと言って過言ではない。まあ、効果説明していきましょう。クローラー相馬レベル6の昆虫族のモンスターでございまして、クローラーモンスターですね。自分のフィールドの表が表示モンスター1体を対象として、このカードを手札から特殊召喚して、対象のモンスターを裏側を主表示にするよという効果で、このターン対象のモンスターは表示形式を変更できませんよっていう効果ですね。で、2番目の効果がまあ強くて、自分のメインフェーズにこのカードのレベルを2つまたは4つ下げることにより、レベルの合計が下げた分と同じになるように、自分の手札デッキ墓地からクローラーモンスターを、表側守備か裏側守備で特殊召喚できる。クローラーモンスターを2体特殊召喚できて自分も出てこれるんですよ。つまりですね、このモンスター、まあ、一応自分のフィールド上にモンスターがいないといけないんですけど、自分のモンスター何でもプラスクローラー相馬からモンスターをなんと3枚、まあ、裏側表示のモンスターを合わせれば4枚モンスターを出力できるカードとなってます。つまりこのカード1枚で3枚のカードになります。強すぎる。まあ、残機でいうところの、まあ、サーキュラーみたいなもんですよ。これめちゃくちゃ強いで、しかもこれリクルートしてくるモンスターが手札デッキ墓地からいけるんで、1回使い回し使ってしまったクローラーモンスターも墓地から蘇生できるんでね。だからまあ出張パーツとしてとても優秀で、かなり少ない枚数できるんですよね。でクローラー相馬っていうモンスターで、今回出してくるモンスターを一応スパインとアクソン、まあモンスター破壊、まあ人食い虫と、まあマホトラパ破壊の方にしてんですけども、これを普通に出してきてレベル2が3枚並ぶから普通に、まあ、スプライトとかでも使えると思いますし、ランク2してね、セイントレアとかからアーゼウスとかもできますし、今回何をしていくか、これリバースモンスターなんですよ、クローラースパインとアクソンが。だからね、これが出せるんですよね、シャドールネフィリム。これめちゃくちゃ強くて、まあ、今回デッキとしてはクローラーシャドールっていうデッキなんですけど、シャドールネフィリムさんが、効果1番2番両方ともめっちゃ強くて、自分のメインフェーズに、自分の手札フィールドからシャドール融合モンスターカードによって決められた融合素材を墓地を送って融合できる、まあ、要は融合内蔵モンスターで、このカードが墓地に存在する場合には、シャドールカードを、フィールドか手札から墓地を送ると特殊召喚ができるっていう効果ですね。墓地から読み合ってくる。これめちゃくちゃ強いですよ。でこのモンスターって出しにくっいんですよね、リバースモンスター2体っていう条件なんで。だからかなり出しにくかったんですけども、このクローラー相馬1枚からシャドールネフィリム のリンクス召喚を用意できるんで、素材をだからね、でしかも裏側守備モンスターも別に融合素材にできるから、ネフィリムは例えばシャドールモンスタープラスクローラー相馬みたいな手札だと、もう基本的にはね、シャドールークを手札に持ってきながらアナコンダでデスフェニーを出しに行ったり、アポロウーサー縦に行ったりできるんですよね。だからかなりクローラー入れるとシャドールの展開が安定します。結構シャドールって事故るじゃないですか。なんか一番初動がね、言うて、まあ、この高校用のシャドールフュージョンぐらいしかないですし、まあ、なかなかに事故りやすいっていう欠点があったと思うんですけど、シャドールはそれがね、このカードで解消できるんですよね。めちゃくちゃ強いです。はい、でこのカードが最強なので、まあ、これをサーチしたいんですけど、これサーチめちゃくちゃむずいんですよ、このカード。まあ、今回はちょっとスモールワールド採用してるんですけど、ね、シャドールとかクローラーってやっぱちょっと種族とか属性とかなんかバラッバラだから、なんか中継地点用意するのめちゃくちゃむずいんですね。だからちょっとね、一応探したんですけど、スモールワールドで全モンスターから経由地点になれるモンスターはいませんでした。はい、一応なんか一番良さそうなモンスターがまだちょっとマスターデュエルに実装されてなくて、今回はイナゴの軍勢っていう謎のカード入れてます。はい、これを、ま、スモールワールドの経由地点にして、なんかいろいろサーチしてくるって感じですね。結構ね、なんか、ね、穴はあんだよ。でもなんかアレイスターからクローソーラー相馬に繋がんなかったりとか、なんかそういう穴はあんだけど、まあ、一応イナゴの軍勢経由してあげれば、なんかシャドールとかからは結構クローラー相馬に行けたりはするので、まあ、そういったところから、まあ、サーチしてくれればいいかなっていう感じですね。はい、ちょっとね、なんか分裂するマザースパイダーっていう謎のモンスターが実装されるまでちょっと待ちです、これ。はい、分裂するマザースパイダーっていうモンスターをなんか経由地点にすると、結構、相馬持ってこれるっぽい。アレイスターからとかでもいけるっぽいけど、まあ、今はちょっとね、スモールワールドの経由地点でいいのかいないから、まあ、ちょっと、ここへのアクセスが若干しづらいが、で、まあ、ただ、さすがに引いたらめっちゃ強いので、さっき言ったようにネフィリムが出るからね。はい。ネフィリム、
のリバースモンスター2体をこれ用意できるの神水でさ、いや使っててめちゃくちゃ楽しかったそのデッキ。ちょっと回し方シャドール僕はあんまり得意じゃないんで、あのなんかエアップ感すごいんですけど、まあ回し方なんとなく見ていただければと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。相馬くん来てますね。これは暴走魔法陣を発動して、アレイスターが一番ね相手の誘発受け止めてくれるんですけど、ただスモールワールドでアレイスターからクローラー相馬に繋がんないっていうところがねちょっと若干めんどくさいところなんだよな。ここだけどうにかしたら多分この敵最強なんだけど、まあ、とりあえずちょっとアレイスター召喚するわ。スモアのねなんかサーチのね消えちゃう、あなんかあるね、あーオッケ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 ー、そうこういうことです。これでアレイスターに誘発打たせて、で相馬出すことができるので、これで最強です。はい、あまりに最強で、アレイスターを裏側にして相馬くん出てくると、これが新規クローラーモンスターだよ。レベルを4つ下げると、下げた分だけクローラーモンスターを特殊召喚することができるぜ。これ裏側支部表示は意味わかんないことになるから、ちょっと表側出すようにしてね。でリバースモンスター2体を使ってリンク召喚、このモンスターがめちゃくちゃ出しやすくなりました。シャドールネフィリム、そしてシャドールネフィリムのモンスター効果発動。シャドールネフィリムは、融合をすること、融合内臓モンスターです。はい、シャドールビーストとシャドールネフィリムを墓地へ送り、現れろエルシャドールネフィリム。そして融合召喚成功時の効果チェーン1で発動、デッキからシャドールカードを1枚墓地へ送る、さらにビーストの効果も発動、ビーストのカードを1枚ドロー。このドローも強いです結構実戦上ではね。いやマジで強くて草マジで強いんだけど、これが運命力ってやつですな。あこれちなみに普通にアナコンダで出しに行くことが多いんですけど、今回ちょっと普通にスビータんでビースト君優秀すぎる。エリアルの方が使わなくてもいいや。ちょっと除外する効果は使える時と使わない時あるんで、ね、でドヤ顔でドヤ顔でアポロ出して、アポロ11号出して、で効果発動、エルシャドールネフィリムは墓地を送られた場合自分の墓地からシャドールマジックトラップカードを回収することができる。そして現れをフュージョンデスティネの効果、デッキからデスティニーヒーローモンスター2体を墓地に送り融合召喚デストロイフェリックスガイ。カードを1枚セット、まあこんぐらいで今回のことを勘弁しといてやるか。これが新規クローラー相馬のパワーですよ。この盤面になるんですよ結構。これ強くないですか。シャドールネフィルム出せるの偉すぎなんだよな。出たきっとやべえ、これエッジクラフトパイズリマスター来るやん。これエッジクラフトパイズリマスターっていう新規モンスターが追加されてるんでね、このテーマ。で僕の動画はマジでリビングで見ない方がいいですよ。家族と一緒に見ると絶対に恥ずかしい思いするので、一人の時にイヤホンをつけながら見ることをお勧めします。さあ、マジシャンズソウルズを手札に加えていく。なるほど、まあ、特殊召喚は別にいいんじゃない。特殊召喚自体はそんなになんかやばいこと起きないから、まあ、とりあえずそれはいいや。ああいいよ、まあ、とりあえず一回ゾウジーだけ投げて、ゾウジー投げます、でハカーナ打たれます、打たれませんでした、何もないです。でシャドウルーク発動して、マジシャンズソウルズが、着地に成功すると特殊召喚したことになるので、チェーン3で、このなんか史上最強モンスターを爆誕させると相手は、特殊召喚がこの、ソウルズ以降一切できなくなります。なんでかっていうとミドラーシュが存在している状態で一回特殊召喚するからです。はい、お前特殊召喚一回な、このターンよろしく。ういさあ、このモンスターが存在する限りお互いに一旦一度しか特殊召喚をすることができないとかいう、あまりにもぶっ壊れ効果。ソウルズいいか別に。何ピットレ、まあ、まあ出てきたところでですね、変身できないので、なんでかというとメドラッシュがいるから意味がないんですよね。これ結局ピットレなんてただの800です。これただの打点800。あー使っちゃうのそれ。あ使っちゃう、墓地送ってで2枚ドローしたい効果はさすがにアポロウーサで止めていく。
魔法カードを墓地、魔法トラップカードを2位の枚数2枚まで墓地を送ると、ドローできるという効果、まあ、これは普通に止めていくとコストだけ墓地へ行くためになる。うわー最強カード引いてた。いやこれはねやばいね、これはやばい、やばいかもしれない。ちょさすがに魔術師か、魔術師の再演か、魔術師系カードだな。いやでもこれ特殊召喚できなかったら芝刈り打たれてもなんとかなんじゃないこれ。多分方向から芝刈り打たれてもう勝てるっていうとこ見せたいな。マジでミドラーシのねロックめっちゃ強いから、少なくともこのターンにもモンスターが出てくることは基本的にないんですよね。シュミッターは別にいいんじゃない、シュミッターは別にいいや。ウチガト魔法を、魔法っていうかウチガトカードを墓地送って、なんか次のターンに備える感じですかね。これはジェニー効果、自分の墓地のウィッチクラフトの魔法カードの効果をコピーするよっていう効果、あクリエーションか、サーチ、まあ別にサーチはいいか、そんなにやばいこと起きないでしょ。なんかチビですね、はい、ポトリー、はい、でさらにドローしていく。でポトリーがいるから一応1枚墓地を送れるという効果、あ全然無理それは全然無理、それはね全然無理だね。アポロウーサ効果、なるほどね、勇者芝刈りウィッチクラフトね、全然無理。 OK ストップさせて、で魔術師の右手、それは別にいいか、魔法強制無効なんですよね。でポトリーは、ウィッチクラフトカードを手札に加える、手札が0枚の場合、うわ強っ、決め、やべめちゃくちゃ動いてくる芝刈りから決めえんだけど、いや手札増えるとまずいか、いやそれはあかんな、ゴーレムあるあかんな、ちょ無効だな、やばい、アポロウーサ全部使わされた、あ強え相手アポロちゃん全部使わされたわ。まあでもアポロウーサやっぱ頼もしいよな、バトルフェイズ OK で、これで、デストロフェニックスガイの効果で、ウィッチクラフト叩き割ると、もうウィッチクラフトが盤面にいることにならないから、自分の墓地から、ウィッチクラフト魔法は回収できないというね。で、デストロフェニックスガイ効果、次のスタンバイフェーズ戻ってくる。OK。OK。エンドフェーズ何もない。よし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 。墓地リソース結構使いこなせてないぞ、相手。で、一応マスターピースがあるんで、相手の墓地に。なんか適当な、ウィッチクラフト出てくるかもしれないですけど、出てきたところで、墓地から魔法カード回収しないからコストがないんですよね、多分発動する効果を。多分なんとかなると思う。で一応アレスタ効果発動で、アレイ効果で召喚マイス持ってこれます。これリバースでも発動するんでね。で光属性いるんでメルカバーを出しに来たんですが、これは今ミドラーシュの効果で私も一旦一度の特殊召喚制約かかっちゃってるんですよね。僕は特殊召喚したいので、ミドラーシュを叩き上げます自分だけ解除、自分のターンだけミドラッシュ解除。そうですね、こことこれで魔術師の右手は破壊されたので魔法カードは使えるようになりましたと。でですね、マスターピースで出てくるモンスターが何だったとしても結局魔法カードがないとウィッチクラフトで何もできないから、全然いいわそれは。オッケー、マスターピースで、自分の墓地の魔法カードをめちゃくちゃ除外して、で、ウィッチクラフト出せるよっていう除外した数と同じレベルのやつを、まあ、出てはくるけど、あーはいはいはい、メスガキねメスガキか、アウゴエイリス出していいか。もうミドラシないんでここ除外してですね、でアウゴエイリス特殊召喚、こいつは特殊召喚に成功した場合相手フィールド上のモンスターを1体破壊することができるって、ぶち壊す、シェパリーン。さらに自分の墓地に存在する召喚魔術の効果を発動するぜ。召喚魔術の効果によりアレイサーを回収、ちなみにアレイサーの中のサーチ効果に1ターンに1度の制約がないぜ。つまり普通にこのモンスターを召喚することによってもう1回召喚魔術を持ってくることができるというわけさ。召喚師アレイサーを召喚し効果発動、召喚者アレイスターの効果により召喚魔術をサーチ、あちなみに回収効果は一応一旦に一応です、はい、召喚魔術のね、まあ、ただモンスターを出すことはできる。召喚師アレイスターと相手の墓地の
メスガキをゲームから除外、メスガキとアレイスターで合体、うおー召喚獣メルカバー、元祖カーセックスモンスター、そして、召喚獣アウゴエディスの効果を発動。このモンスターの効果により融合モンスターをゲームから除外すると打点がめっちゃアップする。バートルフェイスくたばりやがれ、うおー、これが召喚クローラーシャドールデッキや。一番最後の盤面にちょっとシャドールいないから許して。相馬くんは来てんのか、相馬くんは来てるのはでかい。シャドールフュージョンも来ている、まあ、一応高校の手札としてはまあそこそこって感じなんだけど、誘発何にもないからそこだけだな問題は。イビルツインか、なるほど、イビルツインスプライト、イビルツインスプライトもな展開力えげつないからな、まあ、これどこまで行くんだろう。デスサイズ一番きついですね、普通にデスサイズとかいうガチヤバカード普通にきつくて、あの打たれると本当に世界終わるレベルで、なんかシャドールだからねシャドールだから基本的にはエクストラデッキ使えなかったらまあ大体終わるんだけど、どれ出したらいいかな。シャドールフュージョンで一発目、なんかアップカローネとか出したらいけるかもしれないな、あの相手のカード無効にできれば一応で、なんかあのシャドールフュージョンって一応融合素材の効果も起動できるんで、あのチェーンしてなんで一応チェーンでは隠せるから、まあ、レッドとかでは無効にされないかなって感じはするけどね、アプカローネ自身の効果は。いやこれどこまで行くんだろうな。マスカレーナオッケー、キャロット一番きついですねこの場面一番キャロットがあんなら一番きついまである、もはやさすがにね。あいない、あーそれもめんどくせえな、絶対あんのか。じゃあガンマがきめえな、あベーラー、いやー弱え、いやこれ、これ一発撃つけど、いやまあ一応、ガンマでアップカローネは無効にされないけど直接支援できないから、エルフ効果いいよ。これで、エルフで何を蘇生してくるかによるんだけども、レッドとキャロットどっちも落ちてたんで、あー、オッケー。これレッド、キャロット両方とも置かれてた方がなんならきつかったっすね、普通に。こっちとしては。あの、マスカレーナにならないでね。で、ですね、まあこれさすがにマスカレーナ、いや、難しいな、レッドも鬱陶しいな、対象取れないのか、つかそもそもマスカレーナは。アップカローネで、レッド無効にしながら、シャドールモンスターたちの効果使っていくしかないな。このシャドールフュージョンっていうカードは、本当にね、一発目魔法通った時の高校まくり能力がかなり高いですね。でレッド効果チェーン1。で、チェーン2、シャドールビースト。で、チェーン3。ウェンディーで、一応ウェンディーの効果だったら無効にしていいよ、ウェンディーの効果は無効にしていいレッドはその直接チェーンしないといけないので、レッドもガンマもね、なんで一応チェーンで隠せばなんとなると OK で、デッキの特殊召喚するカードはリバース最強モンスターが強い。あだこれあれか、こうしてで打点1900あるんで割と強い。マスカレーナまだ残ってるし、あれですね、あのガンマ残ってるんで、とりあえずショッティに行きたいです。はい、OK です。で、マスカレーナ効果でなんか使ってくる。で、一応、ユニコーンとかサロス出てきても、ま、盤面的には大丈夫な気がする。あー、ユニコーンか、OK。ユニコーン効果、手札1枚切って、フィールドのモンスター1枚バウンス、OK。了解、メインフェース続きます。でですね、オロマイぶち込みますか。オロマイぶち込んで、まあ今落として強いモンスターあんまいねえんだよな。エリアルかな。エリアル落として、でエリアル効果を発動していく。相手の墓地のカードを除外できる。さあブルーモロトも除外していくぞ。どうする。ガンマ使っていただけた。いや いけるぞいやいける。さすがにこれで全部使わしたか。まあ、ガンマ出てきて、でエリアル効果で、自分の墓地リソースは守ると。ってことはですよ、最後まで残しておいたクローラー相馬くんが爆誕してまだまだ俺は手数を残している。下げるレベルを4つで、ですね、スパインとアクソン
お特殊感大手貸し B で、こんだけ並ぶの強すぎか。で、リバースモンスター2体でリンク召喚現れよ。シャドウルネフィリム、そしてシャドウルネフィリムの効果発動。シャドウルネフィリムは、融合効果を内蔵しているぜ。うお、融合召喚、ここいけー。エルシャドウルネフィリムリン、融合召喚成功時効果発動。効果によってインカネ墓地を食って、そしてインカーネーションの効果発動。インカーネーションの効果により自分のフィールド上の裏側表示モンスター1体をシャドウルカードを除外することによって表にしリバース効果を発動していく。シャドウルリザードリバース効果発動、相手のモンスター1体を破壊することができる。シャー、そして自分の墓地で存在するシャドウルネフィルムの効果を発動。シャドウルカードを墓地に送ることにより自身を特殊召喚。これアナコンダやべ、ちょ60秒しかねやば60秒しかねやば。ここでガンマとドライバーはどっか行くから、これ殴んなくていいな。メインフェイス、スプライトは多分アナコンダの方が強いと思うんだよな。多分ねスプライトはアナコンダの方が強い気がするんで、デスペナルでいきます。あの着手狩り講座で、ネフィルム効果発動、自分の墓地に存在するシャドールカード1枚を回収。さらにアナコンダの効果融合効果、デッキからフュージョンマジックトラップカードを1枚を墓地送り、マジックトラップカードじゃねえ、マジックカードを墓地送り、融合召喚デストロイフェリックスガイ、そしてカードを1枚セットエンド。完璧に返したこれ完璧に返したでしょ。相手手札2枚で、デスレニと、エフェクトベイラーと一応シャドウルークからのミドラーシュが待ってるんで、もう多分相手ほとんど積んでますねこれ。あー、まあ一応エフェクトベイラー打ってどうしますかと。さあエフェクトベイラー打ちますと効果もこうなります。うわ決め、スマッシャーズ、あーなるほど、スマッシャーズか、スマッシャーズ、スマッシャーズ、まあじゃあ打つしかないか。デスペニが除外されちゃうかもしれないから、打ってで効果有効になっちゃうな。効果有効になっ、まあでもルールぐらいから大丈夫か。ちょっとなんか誘発の当てどころなんかちょっと下手くそだった気がするけど、アナコンダもいらなくね、邪魔じゃねこいつ、こんなん流れるだけだろ置いといてもこうだろ。でスマッシャーズの、コストなくなったから一応除外はされないが、あーんとリーラ出てくる、あリーラ効果、あじゃあシャドルクか。でシャドルク効果発動、特殊召喚はあなた1回までね、このターン。あぶねえ、ちょっとなんか最後の誘発の当てどころめちゃくちゃ下手くそだった気がするけどまあいいや、こうですね。さあ対話拒否、あ圧倒的対話拒否モンスターバクトン、あこれカード墓地くれる強すぎ、あ属性もなっちゃうからか。神ゴッド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 デッキ、ゴッドデッキきた、ゴッドデッキだこれでお前それ1回までな特殊か、はい強すぎ、時間なさすぎ、タイムレスコンボ発生、うらら、オッケーで、デスレに爆弾させて、はい、ういオッケーで攻撃表示、殴ったら勝ちか、もう5000キロしかないもんな。あ、なんだそれ、謎の効果、その効果あるんだ、あミスった、ミスった、やべやばい、ちょっとシャドウルークで出したモンスター直接攻撃できるのせさ、ちょっとシャドウル使い慣れてないんですよ、すいません、プレミアが連発しております。やべ、シャドウルエアップすぎだ、シャドウル全然ちょっと使ってないんで普段、鬼ほどプレミしてるんですけど許してください、増人枠さいやまあでも強いところは見せれたでしょ、こんだけプレミしても勝てるって最強か、おお、我が名はプレミミエカ、こんだけプレミしても勝てるということを証明する男、うわー何もこねえ、いや誘発ももうちょっと増やした方がいいかな、
ちょっとさすがに自分の動き通したすぎ問題が発生、まあ、先行は強いかもしれんけど、これちょっと高校への何これ、あ、インフルエンディじゃん、やば、ハンドレスコンボ来た。やばい、ハンドレスコンボはやばい。ちょっと待ってくれ、え、これやばいんじゃないか。ちょ、あんまり俺インフィニティ詳しくないんだけどさ、インフィニティビートの分裂、え、やばいかもしれんこれ。いや、なんか普通になんかハンドレスになって肉声はかなりやばそうじゃね。いや、あかんなこれ、あかんわ、やばすぎ。ちょ、展開止まらないんだけど、いつまで展開してる、時間切れになるぞ。おい、そいつの効果使いすぎだろ。ターチ制限つけろバカタラが、バリアサーチやめろ、過剰すぎるだろこれ。え、バロメスも出てくんの、ちょ無理やって、無理やって、そんな満足されたら。満足さん、ちょっとやりすぎだって、それちょやばいわこれ。この盤面作ってこんなんじゃ満足できねえぜって言っても、まじキモすぎるだろこのデッキ。